アイゼンハワー行政府ビルは、ワシントン DC のホワイトハウスに隣接して立つアメリカ、合衆国大統領府を構成する施設の一つ。旧名は、国務、陸軍、海軍ビル。ただし一般には、旧行政府ビルの名称でも知られている。1888年に、国務省、陸軍省、海軍省の合同庁舎として建設された。 建築期間は1871年から1878年であり、建築家アルフレッド・ B ・ミュレットが第二定世紀建築様式で設計した。内部は耐火性の鉄筋構造となっており、リチャード・ホンによって設計された。ホワイトハウスのスタッフ増加に伴い、行政府ビルにも政府機関が入居するようになっていたが1930年代になると、 行政府ビルのスタッフが増えすぎたため、効率が悪いとして1957年に取り壊されるところであった。しかし、1981年に再度有用性が認められたため、改装を続けながら行政府ビルとしての存在を維持している。現在は、副大統領執務室、行政管理予算局、国家安全保障会議事務局として使用されている。 2007年12月19日に起きたボヤでは、副大統領のスタッフオフィスが一部消失している。ナショナルパークサービス、ナショナルレジスターインフォメーションシステム、ナショナルレジスターオブヒストリックプレイセズ、ナショナルパークサービス、2020年10月12日、閲覧、ステート、ウォー、アンドネイビービルディング、ナショナルヒストリックランドマークサムマリーリスティング、ナショナルパークサービス、 2012年10月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年2月20日閲覧。ありがとうございます。